御言葉を一緒に読んでみましょう。詩編の118:28です。じゃあみんな一緒に読んでみますよ。 YouTube でね見てるお友達も大きい声で先生の真似をして読んでみてください。いきますよ。あなたは、あなたは、私の神、私の神、私は、私は、あなたに、あなたに感謝します、感謝します。あなたは、あなたは、私の神、私の神、私は、私は、あなたを、あなたを、あがめます、あがめます。せーの、アーメン。今日は父の日です。父の日、うん、父っていうのはね、お父さんのこと、パパのことを父って言います。今日はね、お父さんの日です。見て、お父さんが笑ってるね。みんなみたいな男の子と女の子がね、こうやってお父さんにありがとうっていう日が父の日です。じゃあパパありがとう。じゃあパパにありがとうって思うこと何がある？パパはお外で一生懸命働いています。みんなが毎日ご飯食べれるように、綺麗なお家で住めるように、一生懸命働いてくれてありがとうとか。それにパパね、よく遊んでくれますよね。みんなといつも遊んでくれてありがとうってパパに言ってみると、パパはどんな気持ちになるかな？嬉しい気持ち。そう、みんながありがとうって言ってくれるとパパたちはとっても幸せな気分になります。父の日にはじゃなくてプレゼントをあげる人もいます。じゃあどんなプレゼントをあげるのかな、見て、これは何の絵？うん、パパ大好きって書いてるよね。パパにいつもありがとうっていう気持ちをパパの顔を描いてプレゼントしたりとか、一緒にパパと遊んだりとか、みんなが大好きなお菓子を、今日は私が好きなお菓子、私が全部食べたいけど、でもパパのことが大好きだからパパにもあげようと言って、パパにお菓子をあげてみたり、肩もみしてあげるとパパはとっても幸せな気持ちになります。目に見えないけど私たちのことをとっても愛してくれてるパパがもう一人います。それは誰かっていうと、イエス様。そう、イエス様のお父さん、神様です。神様、神様はいつもみんなのそばにいて、いつもみんなのことを愛しています。それにみんなが間違った道に行かないように、悪いことをしてしまわないように、神様はいつもこれが正しい道だよ、こっちの道の方がもっとみんないいよって言って、聖書の御言葉でみんなに教えてくれています。じゃあ目に見えない神様は、目に見えないからどうやって神様にありがとうって言ったらいいのかな、こっちに向かって言ったらいいのかな、あっちに向かって言ったらいいのかな、分かんないよね。それに神様に、じゃあプレゼントは、え、目に見えないのに何をどうやってあげたらいいの？今日は神様にどうやってありがとうって言ったらいいのか、それに神様にどんなプレゼントをあげたら神様がとっても喜ぶのか、みんな一緒に考えてみましょう。神様にありがとうっていう方法は1、一緒に言ってみましょう。大きな、大きな声で、声で、賛美、賛美。これ誰？みんなみたいなお友達が座っています。それで賛美、さっきもね歌ったよね。賛美にはありがとうっていう言葉とか、神様愛しますっていうような言葉がたくさん出てきます。だから、へえ、ありがとうっていうの恥ずかしいな、愛してるとか、いうの恥ずかしいなって思うかもしれません。でも賛美だったら、お歌だったらちょっと恥ずかしくなくて大きな声で歌えるかもしれませんね。みんなが大きな声で、神様愛します、神様愛します、神様感謝します、ありがとうっていうのを賛美で大きい声で歌うと、神様がそれを聞いてとっても喜んでいます。じゃあ2つ目見てみましょうか。2つ目なんだと思う？どうやってありがとうって言うと思う？2つ目は超簡単です。とっても簡単です。じゃあ言ってみましょう。素直に、素直に、神様、
神様、ありがとう、ありがとうっていうですね、うん、そう、もうこれはね、とっても簡単、難しく考えなくていいんです。神様ありがとうと思ったら、もうありがとうって言っちゃえばいいんです。みんな言ったことある？神様感謝しますって言ったことある人手挙げて。ない？じゃあ今言ってみましょう。先生の真似してみてね。神様、神様、感謝します。感謝します。そう、それにもっと簡単に、神様、ありがとう。ありがとう。そんな風にみんながね、このお友達みたいに神様によく聞こえるように、神様ありがとうって言うと、神様は全部聞いてくれています。それにみんな、神様はみんなの心の中を全部知っています。先生が今どんなことを考えているか、神様は知ってると思う、知らないと思う？知ってる。そう、知ってる。みんなの心の中、神様は今全部知ってると思う、知らないと思う？知ってる。知ってるよね。そう、だから、え、じゃあ先生、神様は僕たち、私たちの心の中全部見えてるから、ありがとうと思ってたらそれだけでいいんじゃないの？別にありがとう言わなくても、神様全部わかってるから別に言わなくてもいいじゃんって思うかもしれません。そう、でも神様は全部みんなの心の中知ってる、知ってるけど、みんながこうやってありがとう、神様感謝します、神様ありがとうって大きな声で、声に出してありがとうって言ってくれると、神様はもっと嬉しくなります。それにみんなにもっといいプレゼントをあげたくなります。だからみんな、ありがとう、いつもね、神様に言ってみてください。じゃあ、ありがとうっていつ言ったらいいのかな？ありがとうって言ったらいつでもいいんです。ありがとうっていうのは朝でもいいし、昼でもいいし、夜でもいいの。みんながトイレでうんちしてるとき、臭いうんち言ってるだけでも、神様ありがとうって言っても、神様はそれでも聞いてくれます。だからみんな、いつでも神様ありがとうって言ってみてね、うん、そしたらさっき父の日、パパの日にはパパにプレゼントする人もいますよって言ってました。じゃあ私たち目に見えない神様にはみんなどんなプレゼントしたらいいと思う？何がいいかな？プレゼント何がいい？何あげよう？神様にプレゼントする？神様に何する？何あげようか。みんなが好きなもの何？アニヤ。アニヤ。折り紙。折り紙。ゆうちゃん好き？折り紙。そうね。そう、だからみんなの一番好きなものを神様にあげてもいいし、でも目に見えないから渡したくても渡せないよね、折り紙ね。そしたら、じゃあ何がいいかなって、これを読んでみましょう。神様の、神様の御言葉を、御言葉をよーく、よーく聞くこと、聞くこと。そうです、神様の御言葉をよく聞くこと、これが神様が一番とっても嬉しいプレゼントです。みんなが神様のお話をよく聞いてくれたらとっても喜んでくれます。じゃあ見て、これ誰？これはパパですね。うん、このパパは目に見えるパパです。うん、みんなのお家にいるパパにありがとう、それに折り紙とか、アニヤとかプレゼントをね、あげたらこんなに笑顔になります。わー、嬉しい、プレゼントありがとう。お父さんはとっても嬉しくなります。そしたら私たち目に見えない神様、神様には何をプレゼントしたらいいかっていうと、さっき言ったよね、神様の御言葉をよく聞かないこと、聞くこと。そう、よく神様の御言葉をよく聞くこと、それがとってもいいプレゼントになりますよって言ってました。この御言葉っていうのは、見て、これ何？この本何？聖書。そう、聖書ですね。この女の子もこの男の子たちも、聖書を一生懸命読んでいます。なんで聖書を読まないといけないのかな？それは、例えばみんなこんなこと言われたことある？お父さんに、お父さんに
マリナ、お片付けしなさいって言われたことある？ある。ある。そうで、マリちゃんがもしパパがお片付けしなさいって言って、マリちゃんがパパの言うことなんか聞きたくない、お片付けやりたくないって言ったら、パパはどうする？もうね、怒るよね。怒ったりとか、マリナやりなさい、こうちゃん、ゆうじ、お片付け早くしないと、やらないとダメだよって教えてくれますよね。そう。でももしお片付けしなさいって言った時に、はいパパやります、お片付け今すぐやりますってすぐに言うことを聞いたら、パパはどんな風になるかな？偉いね。そう、優しい笑顔で、偉いね、お片付けして偉いね、とっても嬉しくなります。みんながパパの言うことをすぐ聞くと、パパもとっても嬉しくなります。じゃあ神様、目に見えない私たちのパパ、神様はみんなにどんなことを言ってるのかな？みんなに聞こえる？神様の声聞こえてきた？聞こえてこないよね。そしたらさ、パパから、目に見えない神様、パパから何も言われてないから、神様の言うことなんてよく聞かなくていいの？ダメだよ。そう、神様はみんなのね、耳に聞こえるように、マリナ、こうちゃん、ゆうじ、言うことを聞きなさい、私が愛してるよ、お友達のことも愛しなさい、こんな風には神様の声は聞こえてきません。じゃあ神様がみんなにお話しするときは、この聖書、聖書の御言葉でみんなに話しかけてきます。みんなが聖書を読んでいると、あ、これが神様が私たちに教えてくれてることなんだ、神様が私たちに言ってくれてることなんだっていうのが分かってきます。だからみんなは神様の言うことをよく聞くためには、まず何を読まないといけないの？聖書。そう、まずは聖書を読まないといけません。神様が何を言ってるのか、何を私たちに教えてくれてるのか聞かないと言うことが聞けませんよね。だからみんなまずはお家で聖書を読んでみてください。ママはいつも聖書読んでるけど、うん、偉いね。そう、もし、そう、うん、勉強いつもしてる？すごい、偉いね。そう、学校のね、勉強、幼稚園とか保育園の勉強もとっても大切です。でもそれよりももっと大切なこと、同じぐらいもっと大切なことは、神様の御言葉を読むことです。神様の御言葉はみんなに力をくれます。みんながもっとどん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 頭が良くなって元気になります。だから読みたい、うん、読みたい。そう、そしたらね、私も読みたい。そう、でもみんなはまだね、字を習っている子もいるし、字を習っていない子もいるから、父ちゃん、聖書を読めないこともあるかもしれません。難しい言葉があってわからないこともあるかも。そんな時はみんなにパパとママがいます。だからパパとママに読んでもらったりとか、パパとママと一緒に読んでわからないときは聞いてみて、え、これってどういう意味？これってなんて読むの？そう、読んでみて、少しずつでいいから、もういきなり全部読むとね、大変だから、ちょっとでもいいから、神様が僕たち私たちに何を言ってるんだろうってよーく聞いてみてください。できますか？はい。そしたら神様にとってそれが一番とっても嬉しい、神様が喜ぶプレゼントになります。主の祈りで終わります。